どこへ向かう？どれくらいの広さがあるんだろう。誰も知らないのではないか。調べるものがおらんからな。異界には国とかがあるわけじゃないからな。見つけた。総覇氏族の何たる勤勉さよ。各地に散った同胞との連絡に本気で取り組んでおる。各地に探せるほど同胞は存在するのか。うむ、決して多くはないが残っておる。むしろ捜索する我らの方こそ手数が少のうて苦労しておるわ。そうか、よかった。ああ、何よりの吉報だな。フィーを探してもらおうとしただけなのにここまでやってくれて本当にありがとう。なんの、お主らのことを話して奮い立たぬオーレン族はおらぬであろうよ。虫歯みの女王ら強大なる王子を倒してくれた恩人でもあるからの。それは私たちの都合でやっただけで褒められるようなことじゃないよ。倒したのは事実であろう。その事実からなる恩恵で聖地にはわずかながら同胞が戻ったとの噂も届いてある。聖地に、そいつこそ事実だといいんだがな。なんだよ、気取ってねえでもっと素直に喜べよ。あの、それでフィーの方はどうなんでしょう。噂だけでもつかめてはいませんか。どうなの、カラさん。ふむ、それよ。その渡りをつけるための峠一帯にフィルフサの群れが広がっておってな。それはまた間が悪いな。わかった、そいつらをぶっ飛ばせばいいんだな。実際は恐ろしい魔物がいるかどうかの確認、もしいた場合は排除するというご依頼でしょうか。いかにも。それともう一つ。もう一つ？いや、見ればわかる。わらわがな。ほう。そこは我々の間では鳥の峠と呼ばれておる南東じゃ。さあ向かうぞ。カラさん、仕事は？
タオってさ、小さい頃から根っこの部分は冷静な性格だったと思うんだけど、一緒に冒険を始めた頃は魔物が出てくるたびに怖がってわたわたしたりしてたんだ。そうだったんですか。意外です。うん、けど今はこんな場所でもあんな風だし、なんかもうすっかり大人って感じになったな。バッチリ肝が据わってるっていうか、昔と比べたら外見だけじゃなくて内面も別人みたいだよ。タオさんって、私の目から見ても王都の学園にいる学生の中で一番落ち着いているんです。へえ、そうなんだ。じゃあ結構学園でも人気だったり？そうなんです。見ているとやけにタオさんに話しかけてくる女性が多くて、しかもタオさんはそういうのを全然気にすることなく誰とでも親しくしているんです。その割に私のところにはあまり。ねえ、ちょっと気になったんだけど、パティはタオに積極的に話しかけるようにしてるの？それは、その不要なやりとりはタオさんに迷惑がかかるのではと。これはなかなか壁が高そうだね。こんなに戦うことになるならもっと訓練しておけばよかったです。相変わらず志が高いわね。今でもびっくりするくらい戦えてると思うけどな。どこに行くの？どちらへ向かいますか？ここでよろしいんですか？フィルフサの巣があるようだな。思わぬ場所から湧き出してくるかもしれん。立つのは早いね。困りごとのようだな。ここが鳥の峠か。えらく簡単な名前だな。由来は道すがら話して信ぜよ。では早速取り掛かるとするかの。カラさん、なんでしれっとついてきてるの？オサの仕事が溜まってるんじゃ。フィルフサ大使もオサの重要な仕事よ。それはそうかもしれませんけど、普通はその命令を出すことがオサの仕事だ。賢者様だって自分では戦わないもんな。戦うのは戦士の役目だ。オサ自らが戦うなんて、オーレン族とはよほど戦いに重きを置かれる方々なのですね。オーレン族は優と誠をもって立つ。優なくば誠は統摂、誠なくば優は達する。その誓いを全員で守っておる。
それだけのことじゃよ。そうだな、それはよく知っている。言うなくば誠、どういう意味だ？強くまっすぐ生きろということです。おお、そうか、そういうことか。わかりやすくていいと思います。戦士も騎士も王も強くて損はないですよね。まあそういう解釈もありかもしれません。いい加減おしゃべりはやめて行くぞ。うむ、我らがオーリムは不埒者による赤日の所業で大いに荒れておる。この谷もその一つじゃ。気をつけよ。僕らが何度となく接してきたクリント王国の行いもそういうオーリムを荒らした歴史の一部なんだね。私たちじゃ実感できないほど世界は広くて時は長いんだな。その気持ちはできれば悪意の説明に使いたくないものだな。フィルフサを蹴散らしつつ進んで行くぞ。大抵奴らは群れで動く。オサさえ撃てば瓦解するはずだ。なるほど、そこは普通の獣と一緒なんだな。お、どこ行くんだ？ここでよろしい？フィルフサの気配が濃い。全方位警戒しろ。どこから来るか分からんぞ。私たちで受けよう。異界って全体でどれくらいの広さがあるんだろう。この辺りなんだか不気味だな。フィルフサによる環境生成、木にせよ草にせよそこいらのものを変えてしまう力のせいだな。このフィルフサにとって都合のいい環境を他の生物は本能的に危険と感じるんだよ。ここも変わってしまった場所なんですね。かつてはこの山もいろいろの鳥たちが羽を休めまた飛び立つ美しい光景に彩られていたんじゃがの。それでついた名前が鳥の峠っていうのか。今ではいない鳥の。いつか鳥は戻ってくるのかな。わからん。この地からフィルフサが完全に去り、天地が元の姿を取り戻して後、初めてその裁定が下る。理不尽とは言うまい。全てはこの光景を生み出した我らの責任というものよ。そんなひどいことをしたのは神代の民たち侵入者の方じゃありませんか。オーレン族というのは何でも抱え込むな。誰かに世界の管理を命じられたわけでもないだろうに。そうだな、全く心配になるほどに。お前にだけは言われたくない。わらわは過ぎた日々の美しさを惜しんでいるだけよ。誰もが抱く切なくも懐かしい胸を温める光景をか。の親しき同胞の間でのみ使う慣用句をしれっと口に出すあれは一体どういう男なのじゃ。
ヤジウマにはお答えできません。ライザに同じです。何をやっているんだ、行くぞ。誰も知らないのではないか。調べる者がおらんからな。どこへ向かう。はあ、霧が深い。フィルフさんに注意しましょう。お、どこ行くんだ。でも本当にあっちもこっちも荒れ放題なのはどういうことだよ。それだけ神代の民やその後の連中がひどいことをしていったってことじゃないの。まったくどいつもこいつもといった気分になるな。さっきの場所もここももっと素晴らしい光景だったはずなのに。なんだか私までムカついてきたよ。私たちが戦っているフィルフサだってそういうひどいことの犠牲者だからね。嬉しいことを言ってくれるの。その素直な怒りこそ我らがお主らを信用できる何よりの証。そういえばカロさんって前にもこんな感じで私たちを試してたよね。まああの時は出会ったばかりでどこの馬の骨ともわからない連中だったろうし。あれでもリラさんが一緒だったから扱いはマシな方だったんだろうな。下手すれば新たな侵入者扱いだったろう。今なら多少評価も改まったと思いたいが。そうさの、使命にかこつけて共に旅をする程度には気に入っておるよ。それは素直に喜んでいいのかな。まあ今も一つばかり試してはおるんじゃが。何？待って、前方に何かいる。大型のフィルフサ。威圧感があるな。この辺りの縄張りをまとめてるやつか。なら倒せば群れもチリジリになるってことだよな。お主ら本当に頼りになるの。こっちに気づきました。来ます。よし、悪いがぶっ飛ばすぞ。ただの扇と思わないでくださいね。見え
色はいらないよ。いかがですか。隙あり。さすれ。はい。行きます。それ。そこ。こんなで刺さるよ。捕らえた。ワッピ二つよ。投げ当てるよ。もう一度。口が見える。やるよ。これで決める。それ。突撃だ。それそれそれ。お次はこれで。いけ。よし、今だ。そりゃ。力を一つに。フォトンクエーサー。これでおしまい。やった。もう一度止めます。捕らえた。サイズやばい。みんな気をつけろ。もう一度。ライザさん、お願いしてもよろしいですか。これはいらないよ。もう一度。よし、今ならいけそう。ライザ、私に任せて。次を攻撃につなげます。経験の差か。見えた。もう一度上げるよ。私の全力だよ。それ。私としたことが。それ。遠慮はいらないよ。行きます。ライザ、私に任せて。どれにしようかな。それ。ライザさん、お願いしてもよろしいですか。投げ払う力を最大限に。せーの。当てられる。やばい。そこ。マジでやばい。まだいける。どうしよう。気が見える。わかりました。ライザさん。まだいける。始めるよ。鍵の出番が来たよね。見せてあげる。鍵の力を。くらえて。これは冷たいよ。ただの扇と思わないでくださいね。どれにしようかな。そこ。はぁ、行きます。もう一枚もいいかな。今はお化けよ。当てるよ。今はお化けよ。今はお化けよ。はい、くっつけよ。正直まずいかな。今は2つよ。届いて。どれにしようかな。投げ払え。これは冷たいよ。ライザー、私に任せて。投げれた。まだいける。投げ払う。それ。おい、助けろ。投げるよ。なんだかやばい雰囲気だぞ。わかりました。ライザーさん、もっと上げるよ。続けます。当てるよ。投げた。もう一度。ただの扇と思わないでくださいね。少々まずいことになったな。それ、はい、せーの。まだまだ。そりゃあ。トライク。いきます。それ。続けるよ。見えた。もう一度。動きが見える。トライク。これは、はい、冷たいのの言い方。少々まずいねるよ。この位置なら。それ。もっとあげるよ。私の全力だよ。隙あり。わかりました。ライザさん。ごめん。はっ。せーの。聞きますよ。問題ない。はい、待って。ライザさん、お願いしてもよろしいですか。シキラさん、まだまだだぞ。それ。ただの扇と思わないでくださいね。おそ、まだまだだぞ。仕留めない。とどめに。少々まずいことになったな。頼めるか。遅い。さあ、せい。遠慮はいらないよ。まずいな。わかりました。どうにかしないじゃん。冷たいのがいいかな。まあ、お化けよ。ただの扇と思わないでくださいね。届いて。遅い。
だぞ。立て直さないと。任せて平気か。すみません。メイドに任せて。期待しているぞ。遅い。決めます。遅い。どうした。まずい。全員警戒しろ。せい。こっちに期待しているぞ。逃がさ。中枢を狙って。キュース。終わらせ。ただの蹴りではないぞ。やばい、どうしよう。そこよ、そこも終わりです。はあ、中心が空いてる。決めます。少々まずいことになったな。逃がさん、皆さん、それだけ頼みます。はっせい、速さの限界を。遅い。せん、隙だらけ。ちょっとやばいな。そこだ。はあ。リラさん、任せてください。キル、はあ、隙だらけよ。覚悟しなさい。せい、はあ、中心が空いてる。少々まずいことになったら。すまない、みんな。はっ、はあ、敵、隙だらけです。一気に畳みかけましょう。パーティーが一緒だと安心するよ。急走狙って、キル。はっ、そこよ。みんな、ごめんなさい。オーレン族の暮らしも本格的に調べてみたいんだけどな。気になるなら協力してやらんこともないぞ。どう強くしよう。何入れようかな。何入れようかな。入れる場所は、入れる場所は考えすぎかな。何入れようかな。どこに入れよう。材料は、何入れようかな。考えすぎかな。材料は、入れる場所は、入れる場所は使用かな。これでいい？よし、いけ！
何作ろうかな。また里の者たちに自分の仕事をしろと怒られるぞ。どう強くしよう。何入れようかな。入れる場所は、何入れようかな。入れる場所は、材料は、材料は何入れようかな。入れる場所はどこに入れよう。何入れようかな。考えすぎかな。何入れようかな。入れる場所は、入れる場所は、これでいい？よし、行け！うん、バッチリ！何作ろうかな？こんな感じかな。よし、行け！何作ろうかな。入れる場所は、入れる場所は、レベルアップ。どこに入れよう。まだまだすごくなるかも。いい感じじゃ。よし、行け！何作ろうかな。いい感じじゃない？
こんな感じか。よし、行け。何作ろうかな。どれにしようかな。どこに入れよう。まだまだすごくなるかも。まだ入れる場所はいい感じじゃない。よし、行け。どれにしようかな。これも再利用よね。使って大事。よし、行け。できた。どう強くしよう。材料は入れる場所は何入れようかな。何入れようかな。材料は何入れようかな。入れる場所は材料は何入れようかな。入れる場所何入れようかな。材料は何入れようかな。どこに入れよう。どれにしようかな。これでいい？よし、行け！考えすぎかな。
何入れようかな。入れる場所は、入れる場所は、入れる場所は、何入れようかな。どれにしようかな。これでいい？よし、いけ！完璧、完璧！入れる場所は、考えすぎかな。何入れようかな。材料は、考えすぎかな。マテリアル缶開放。何入れようかな。何入れようかな。入れる場所は、入れる場所は、入れよう。入れる場所は、材料は、入れる場所は、入れる場所は、何入れようかな。どこに入れよう。材料は、考えすぎかな。何入れようかな。入れる場所は、考えすぎかな。何入れようかな。材料は、どこに入れよう。材料は、材料は、
何入れようかな。どこに入れよう。どれにしようかな。準備完了。よし、行け。必要なのはどのくらい作ろうかな。よし、完璧完璧。必要。これも再利用よね。使ってだ。よし、行け。これなら十分ね。入れる場所は何入れようかな。入れる場所はどこに入れよう。
庫に入れよう。材料は入れる場所はどれにしようかな。準備完了。よし、行け。材料はマテリアル缶開放。入れる場所は材料は入れる場所は何入れようかな。入れる場所はどこに入れよう。何入れようかな。まだまだすごくなるかも。材料はマテリアル缶開放。何入れようかな。入れる場所は材料はまだまだすごくなるかも。どこに入れよう。入れる場所は何入れようかな。考えすぎかな。どれにしようかな。これでいい？よし、行け！うん、バッチリ！これも再利用よね。
要なのは、どのくらい作ろうかな。どのくらい作ろうかな。よし、行け。必要なのは、たくさん作っとこうかな。よし、完璧完璧。必要、これも再利用よね。使って大丈夫だよ。よし、行け。うん、できた。